世界で一番面白い人生ガイド元井武夫の YouTube 動画でございます。ということでえっと先日なんですけれども、あのー、宇宙の神様が降臨された時に太陽のフレアと株価についての、えー、話を されましたその時にルル話を聞いてですねそれを図面化したものでございますまずこれ太陽が2つあるわけなんですけれども、えーまあ、当然太陽は1つなんですけれどもこれを見ていただきたいのは右回りと左回りっていうのがあるというんですね。これはその 一日のうちで何回そういうふうになるのかそ,のそこまで話はないんですがジェットエンジンの羽のように右回りと左回りをしているっていうんですねこのフレア自体が。 太陽の風というかは何らかの形でその宇宙全体に対してですね何らかの形の影響を与えているんだろうというふうに思います。でこの太陽の真ん中にあるのがもう大体想像つくとおり黒点ですけれどもこれが増えているというか大きくなっているということなんですね。で、これがですねフレアがこう来ましてここに月があるんですけれども月に当たったことによってですね これ地球なんですけども、これ地球なんですけども、地球と月の間に渦ができるって言うんですよ。で、こうフレアがこういうふうにこう当たった時に、今度は地球の裏側でもこの渦ができるって言うんですね。ですから、太陽の反対側のところに渦ができて、地球と月の間にも渦ができるんだと。 でそれで話が終わればいいんですがこの地球のこの内角なんですけどもねびっくりするのはこの太陽のフレアがこうずっとこうやって来るわけですよこうやってそうすると地球の表面に何らかの形で影響があるはずなんですが 直接とは言わなかったんですけども内角に影響をしているということなんですよね。つまり太陽のフレアが簡単に言うとこの内角にかなりのいわゆるあのエネルギーというかまあ俗に言う風当たりみたいなのを。 与えてていいいるんだととううようなことをおっっししゃっていましたですからその株価を勉強している皆さんの中に、えー、天体というのを連動して勉強している皆さんがいらっしゃると思うんですよどれぐらい多いか少ないかは分かりませんがその中でこういうその黒点 が増増ええるとか増えないとかかないそれからこの右回りだの左回りだのというような形でですねまあこのフレア自体がどういう風になってですねこの月やあるい,は,といのは我々の住んでいるこの地球に影響を及ぼすのかということが私自身は分かりませんけれども今の天文 学でのレベルの内容とそれから株価に対してあるいは今まで株価が世界的に暴落したのは何回かあるわけなんですけれどもそれとのこの太陽の動きというのがですね関連しているのかは皆さんで 考えていただければというふうに思います。ということでまああの一般的には取り留めのない話これはまた天文学的にも取り留めもない話ではありますがこれはあくまでも神様にこういう風になっているんだよということを伝えなさいよということだったものですから。 まああのー、神様から聞いて確認をして、えー、図面にしたと、まあ、イラストにしたということで、えー、ございます、えー、コメントの際にはその天文学的なカクカク近づかとかあんまりこう細かいコメントは、えー、やめていただきたいと思います これが私の考え方じゃないもんですから、えー、何が何だか正直私もはっきりわからないということで私自身もえー、とかあとかいうふうに思っている、えー、人間ですので。 はい、そのあたりの突っ込みどころはないようにお願いをしたいと思います。ということで、世界で一番面白い人生ガイド、元イタキオの YouTube 動画、今回は太陽フレアと株価について、何らかの形の参考になれば幸いでございます。次回の動画まで、世界中の良い子の皆さん、ごきげんよう、さようなら。